中村八坂店の兄弟を監督しました白磯大地と申します。よろしくお願いします。僕が撮った今回のこの中村八坂店の兄弟っていうのはを最初に作る時にすごい大切にしたことが、まあ、脚本でもそうなんですけど、できるだけ言葉をシンプルにしようっていうところはあって、っていうのもなんでそう しようと思ったのかっていうと、まあ、僕が昔こう感じたことですごい言葉で何かを説明しようとするとすごいその表面上のものばかりが表立って見て誤解されたりとか、なんか言葉の表面ばかりを見てしまうなっていうのがあったので、それをじゃあすごいシンプルな言葉に置き換えた時にもっと内側の何かが見えてくるんじゃないかなっていうところを今回映画の中で表現できたらなと思って、今回の台本はできるだけ言葉をシンプルに少なくっていうところを大切にしました。で、どうして僕が酒屋さんっていうものを舞台にしたかっていうと、僕が小さい頃に商店街にあった町の酒屋さんっていうものによくビールとかを父親と一緒に買いに行っていたんですけど、なんかその時に感じたあったかさとか、なんか子供ながらに感じたなんかすごく懐かしいっていうか居心地のいいっていう空気感が僕はすごい好きで、で最近はやっぱりその酒屋さんっていうものが町にもその商店街とかからにも姿がなくしてきてすごい減ってきてるなっていうのはすごい感じてはいたんですけど、いざじゃあこの脚本を映像化しようって時にいろんなところに行ってその取材させていただいたり、そのロケ地に使わせてもらえないかっていう交渉してみたりとか、そういうところですごいお話を聞いたのが、なんかもう酒屋さん自体がもう経営が回らないっていうところがあって、どこも厳しい状態、もちろんその栄えすごい繁盛して頑張ってるお店もたくさんあるんですけど、なかなか難しいっていう声が多くて、でもういつ閉めてもおかしくないから、うちなんかちょっと使えない使う移せないよって言ってるようなお店が多くて、でも僕はなんかそういうどっちかというとそっちを残したいな、その亡くなってしまうなら残したいっていうのが逆に強くなって、だからもう見つかるまでずっとずっとずっといろんなところに行ったんですけど、そこで本当に僕と同じ気持ちでその酒屋さんっていうものを映像に残したいって言ってくださったのが、その赤羽にある中村八坂店さんっていう今も実際に営業されている創業60年くらいのお店なんですけど、そこのお店もやっぱりこれは撮影中に聞いたんですけど、1年半ぐらい、あと1年半でもうそろそろお休みしようかなみたいなことをボソッと言ってたのを聞いて、ああなんかこれはもう本当に映像に残す意味っていうのはあるんだなって、そこでまた強く改めて感じたっていうのがあって、でこのお話自体ではその舞台は山梨県なので、その東京での撮影、酒屋さんをお借りした撮影プラス山梨の撮影があったんですけど、で山梨の撮影は僕のおじいちゃんおばあちゃんちを使わせていただいてで撮影したんですけど、その実はその本編中では同じ場所っていうことになってるんですけど、実はその部屋の中と酒屋さんというものは別の場所で撮影していて、その酒屋さんっていうものはとうちのおじいちゃんちっていうものが実はなんかこう、これも後から知ったんですけど、その同い年くらいっていうか両方とも同じ年代ぐらいに建てられた建物で、ああだからなんかすごい違和感がないんだなっていうのは後々知ってすごい嬉しくなりましたね。であとはまあ山梨のそのいろんな風景とか川とかっていうものをまあでロケをさせていただいて、でそうですね、させていただきました。で、あとなんだっけな、はい。
まああとは今回すごいキャストが少ないんですけど、その3人っていうキャストの中で主要キャストが3人なんですけど、お兄ちゃんで弟でお母さん役っていうで、全部素敵な俳優さん女優さんに演じていただいたんですけど、やっぱりもう作品を脚本段階と映像で撮ったらどうなるんだろうっていう想像してる時と、もう演者さんが演じて実際にこう撮ってる時っていうのも全然やっぱ色もエネルギー量ももちろんですけど、その、まあ、作品の完成度的にも全然違うくて、なんかもう実際に役者さんが、僕もお芝居をやってる身なので、その役者さんがお芝居をして演じてるところを見て、あ、こんな風になるんだ、こんな素敵になるんだっていう発見はいっぱいあったので、なんかあ、この作品にはすごい可能性があるなっていうのは実際僕初監督でやらせてもらったのもあってすごい強く感じて、でそれプラス見てくださる方っていうのがどう感じるかっていうのがすごい僕は気になるところなので、ぜひ中村酒店の兄弟見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。白磯大地でした。